今日マクナルにしない？浦畑美月です。はい、ということで、はい、自己紹介。そうですね、タコ紹介にしてみる？たまには。いいよ、めんどくさいな。そういうのあるよね、そういうノリ、学校とかで。どうも、300日毎日かわいい浦美タコです。そういうタコじゃないよ、他人を紹介するタコね。じゃあイカも挨拶してよ。いや、なんだよそれ、サメだろ。タコとイカ、いいよもう、早く紹介して自分のこと。はい、浦美マコです。はい、どうも、サメ村ジュゲムです。イエーイイエーイ。いやいや、指指下になってる。ってことで今日は、はい、買ってきましたよ。何を？ハッピーセット、今日からおもちゃがね、カービィだっていうので、絶対逃したくないって言われたから。はい、朝5時に切り替わるんですよ、ハッピーセットって。朝5時に買ってきたの？え、だから朝5時に買ってきたんですよ。ちょっと今夜ですよ。え、これ食べれる？朝集合だったんですよ、朝やるって言ってたんですよ今日。だから5時になった瞬間に買いに行って、もうなんか売り切れるみたいなさ、はい、脅されてたから。誰が来なかったんだ、先生に言ってみろ。いや、君だよ、あなたが来なかったんだよ。私でしたか。そうだよ。まあそんなことはさておき、さておき、今日の企画は朝マックを夜に食べたいんじゃ。違いますよ、なんか起点聞かせて罪から逃れようとしてるな。欲しかったんでしょ、おもちゃが。カービィの。そう、カービィの欲しかった。朝マックを夜に食べるっていうのも確かにレアなケースですよね。はい、いつもの日常とちょっと違うことをしてみると生活が豊かになると思ったんで。それっぽいこと言ってる。もういいよ、食べていこうよ。はい、食べていきましょう。まあ、ということでね、4種類なんですよね、おもちゃ。ランダムでもらえるっていうことだったんで、ちゃんと4つ買ってきました。コンプリートできるかな。1回で4つ注文したから4つ別々のおもちゃもらえると思うんですけどね。ほんと？じゃないっすか？どうなんだろう。心配なのさー。自信持ってくれよ。はい。心配性の大西ライオン？そんな声高らかに言われても。サメが買ってきたんでしょ？それは心配。なんでだよ。変わんないよ。誰が注文したって。舐められてるから。まあ、舐められ顔ってね、うるさいわ。誰が木村カエラや。なんだそれ、誰も言ってないよ。あ、ごめんごめん、誰も言ってないよ。何、びっくりした。食べていきましょう。冷えたマクナルいただきます。浦美さんのせいですけどね、冷えたのは。ということで開封していきます。あ、開封からしていきますか。あ、食べていきます。あ、どっちでもいいですよ。食べるか、まず。まあ、てか朝マックなんてみんな知ってるから興味ないと思うけどね。はい、カービィ開封した方がいいか。朝マックが冷たくなったらどうなるのか。え、どうもなんないよ、冷たい朝マックだよ、ただの。開封していこう。ハッピー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 。知ってる？猫ミーム。知ってますよ、今すごい流行ってますよね。あれすごい、やっぱチャンスあるのかな。やってみます、うちらも。チピチピチャパチャパチピチピチャパ。まず1個目こちら。あ、カービィですね。ノーマルカービィ。ノーマルカービィ。ぬいぐるみなんだ。そうね、なんかこうふわふわのハッピーセットのおもちゃなのにね。2個目です。あ、2個目。あ、耳生えてる。耳じゃないでしょ。クマ、クマのカービィです。ほんとだ、そう見えるな。飛んでるってことじゃないの。ブーンって、ブーンってこと。そうそうそう、イニシエのショコタンみたいな。ショコタンがやってたやつ。そうそう、詳しいでしょ、サメ、その時代。そんな大昔じゃないよ。ショコタン、オールディーズ好きだもんね。オールディーズのアニメ。オールディーズ好きなアニメ言ってみな。トラドラとかそういうこと。トラドラはオールディーズ。トラドラはオールディーズ。そう、 TikTok で言ってた、昔のアニメのメイクが流行ってるって今。あ、そう。長門の目とか。あー、昔のレトロなアニメの。いや、もうそうかい、春日がレトロって言われちゃう。じゃあセーラームーンとか。何、原始じゃん、マンモスじゃん。紀元前。3個目ワイルディー。ワイルディー。過ぎちゃうじゃん。うん。ワイルディーでございます。やっぱ今んとこ被りないっすね。ね。うん。なんか写真通り顔も。いや、いいことじゃないの？なんか悪いみたいな。ネガティブな言い方してるけど、それが正解ってことでしょ？写真通りでよかったじゃん。目つぶってる。お、ほんとだ。ウインクカービィ。ウインクしとる。かわいい。かわいいっすね。コンプリートじゃん。コンプリートでございます。4つ買えばコンプリート。そりゃそうでしょ。豆知識。いや、そりゃそうでしょうね。誰でも。ここだけの話。
ライフハックってつけようとしてんの、タグに。ハッシュタグ。それでは続いてはこちらのトリビアです。ハッピーセットのおまけは、一度に4つ買えば全種類手に入る。実際に聞いてみた。はい、確かにハッピーセットは複数購入した場合、おまけはかぶりなしでもらえることが多いですが、マクドナルドの公式から発表されているわけではありませんので、必ずしもそうとは言い切れません。公式からの見解ではありませんので、お試しになる際はくれぐれも自己責任でお願いします。ということで、はい、ちょっと食べちゃう。食べましょうよ。あ、なんかうまそう。すっごいデロデロデロリアン。なんかマックの牛乳美味しいっすよね。美味しい説。なんかちょっと甘みが、なんか悪いもんでも入ってんのかな。まあマックってそういう対象にされがちだけどさ、牛乳には入れないんじゃない。わ、あったかい。ハッシュポテトも温めた方がいいでしょ。はい、浦見さんはね、最近めっちゃ映画見てる。いいですね。何見たんすか。チャッキー、チャイルドプレイ。チャッキー、あとアナベル。なんか怖い人形ばっかりだ。あとはミーガン。本当に怖い人形ばっかり見てるじゃん。あとはメインブラック全部見て。いや、怖い人形絞り出せよ、そこまで来たんだから。あとバッドボーイズ。バッドボーイズ、ウィル・スミスだ。怖いおじさん。まあビンタするもんね。おすすめの映画ありますか皆さん。あ、コメントしてってくださいねみたいな。はい、なんかこれ味濃くない、なんかやった。いや、ごめん、そういう気が利かなくて。ドッキリも仕込み放題なのに何もしてないわ。そういえばエンタメ精神忘れちゃってた。どうせなら虫とかやりゃよかったね。やめろよ。3連休いかがお過ごしでしょうか。3連休中に上がるのかな。確かに。なんか話したい話とかあります。来月3月15日に浦見真子の登録者600人感謝配信やります。ちょっと水飲みます。1000人行きたいな。いや、今年はちょっと頑張りたいですね。今直近でやりたいことは、はい、次のルーレットを回す。ルーレットの旅？送別に行ったからもう次の目的地を決める。続くの？やだな。え、それ北海道内にするの？ハリウッド編。いや無理だよ。なんだよハリウッド編って。夢のハリウッド編。絶対行かないよ。海外なんて行かないから。海外行きたい欲とかってあります？ない。ジゲムもないな。海外への憧れってないんだよな別に。話が盛り上がらないですね。トラ優勝しそうだよね。優勝？なんだっけ、トラ、トランプ。はい、いつも言ってるお父さんが、トラが結構。いや大丈夫、不安だわ。お父さんに洗脳されてってんじゃないの。大丈夫よ。え、家の中だけ。ドメスティック陰謀者。陰謀バイオレンスではないんだ。ドメスティック陰謀者なんだ。そう、外でマスクしてるし大丈夫だよ。悲しい人だな。いや、そんなことないか。美味しいっすか。美味しい。4日で1800円くらいしたんで。したんで。いや、したんで。したんで。しましたんで。したんで、だって。え、どこかってね。テアンデイみたいな言い方じゃないよ、別に。したんで、お願いしますねって。ねーってね。頼むよ。皆さん見てくださいね。このチャンネルを宇宙一にしましょう。そして、サメ村に1800円を返します。いや、少ないだろ。宇宙一になった楽器に1800を削れるんだったらやだよ。もっとくれよ。頑張れないよ。スーファミ買ってあげる。うん、子供じゃん。しかもスーファミ？平成初期の小学生じゃん。ずっと前から言われてたんだけどね、やっぱり最近大丈夫になったらしいよ。本当に？なんか情報に踊らされすぎてない？本当に。日本人の体だったらそこまで大丈夫。ちょっとね、最近かわいそうになる。なんかそうやってさ、陰謀って言うけどさみたいな。まあね、娘にいじられたくはないよな。でも結構こういうお父さん多いんじゃない？意外と元気になってもらえればいいな。お父さんがこういうので悩んでる人とかいたら。ああ、なるほどね。自分のお父さん陰謀論の話とかしててやるなみたいな。そうそうそう。まあ人に迷惑かけなきゃ別にいいしな。そういえば陰謀コーヒーの反響が結構大きくて、
飲んでみたいですって。そう、でも残念ながらどこのお店のやつかはちょっと教えれなくて、仕入れてるところがあって、なんか陰謀コーヒーって名前も相まって怖いんだけど、その仕入れてるところがあって秘密とか言われると大丈夫なやつ。大丈夫、普通のコーヒー屋なのね。あの、も通ってるらしい。怖いって、だからそれでよかった安心しますじゃないんだよ。って薬やってた方ね。いや、だから不安なんだって。でも結構浦美のお父さんの仲間ってなんか勝手に言ってる。いや、もう心配だよ。じゃあ薬で捕まった人が仲間って、世間的に好感度もないんだから、あの人。貧乏行為。ごちそうさまでした。